皆さんこんにちは、ゴールキーパーコーチの中川です。で今日は手の左右差をなくすためのトレーニングを2種類ほど紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。まず紹介するのはボールに1球使います。でボールに1球使ってもらって、このまま跳ねさす、跳ねさす、よし、はいはいはい、このまま跳ねさしていきます。まあ最初はちょっと簡単なんで、もうちょっとここはちょっと端折って言いながらで、まあ、ここでもしっかりタイミング取ってもらうのはいいんですけど、見てもらったら分かる通り、僕もちょっと左手が苦手なんで、左手がちょっと弱なってると思うんですよ。じゃなくて常に一緒の強さでよいしょとやっていきます。でこれが慣れてきた方、じゃあレベル2ということで、ああ危ない、これが慣れてきた方は次しゃがみます。しゃがみながら次立ちます。よし、立ちます。でこれの交互に繰り返していきます。よしよし、やばい、よし、 OK。 でラスト3回ほど、よしよし、 OK、 OK。 もうこれはレベル1と思うんで、叩く、うん、交互にじゃないわ、一緒に。ただくんはまだ最初の方なんで、じゃあ次交互でやっていきます。これがちょっと難しくなるんで、次交互で、これもしっかりボールをしっかり両方でただくんで、これが左手が弱く見たらこういう風になっていくんで、しっかりお互いが地面にしっかり跳ね返ってくるように、しっかり強くで、どこに上がってくるかっていうのもしっかり手で追いかけながら、両方のボールをしっかり統一して、あぶれ、じゃあ次これも一緒でしゃがんでいきます。あ、いきます。あ、やばい、難しい。あ、OK。 で立っていきます。あ、うこれ一緒しゃがんでいきます。またで3回ほどやっていきます。あ、やばいやばいやばい、やばい難しい。 OK、 しゃがんでいきます。で立ちます。ふっ、あ、ラスト、あ、立っていきます。 OK。 で見た目はちょっと簡単ですけど、もうちょっとしっかり左手、逆手がちょっと苦手な方はしっかりとまずボール1球でもいいですし、あのしっかり押せるように、地面に、いやボールを押せるようにできることを最初お勧めします。で慣れてきたらボール2球でやってみてください。じゃあ次2個目は、2個目もこれめっちゃ簡単に見えるんですけど、お手玉ボールでやっていきたいと思います。最初は右、こっちまで反時計、左回りからやっていきます。で、なるべく早くなるべく早く回していきます。まあ、これも右手が得意な人はすぐできると思います。で、左やっていきます。で、左はちょっと僕もペース遅なるんですけど僕も左ちょっとペース遅なるんですけど、まあ、これもしっかり左右差ないように、やばい、難しい左。OK。これを、10周ぐらい。右左両方10周ぐらいできると完璧です。で先ほど紹介した2種類は、結構もう、周りから見たら簡単やんって言われるかもしれないですけど、もう結構僕でも、左手まだ苦手なんですよ。苦手なので、まあ、しっかり、小さいうちとか、育成年代からそういったハンドリングを右左左右差ないように、しとけば高校生大人になってもキャッチングのミスは絶対減ると思うんで、まあ、そこの地味な作業ですけどしっかりできるように、今ちょっと自粛期間っていう形になってるんですけど、そういったところをプラスに捉えてできるように頑張ってみてください。それではさよなら。